はい。ということで、今回は前回に引き続き、このタイムラインの左側のツールの使い方についてお話をしていきたいと思います。で、今回は前回に引き続き、こちらの選択ツールの中のトラックの後方選択ツールについてのお話をしていきたいと思います。はい。で、前回、前方選択ツールのお話をしたんですが、今回は後方選択ツールを使ってみます。で、どんな時に使うかというと、この前方選択ツールは、選択したクリップから前にあるクリップを全部選択するツールですと。で、後方選択ツールは、この選択したクリップから後方にあるクリップを選択するツールですと。いうものですね。で、これどんな時に使うかというと、まあ、今やったような話なんですが、例えばこのトラックが2つに、まあ、このような感じで分かれている時に、後方にあるクリップを全部選択して前に持っていきたい時などに役立ちますと。選択ツールで全部選択してもらってで、右に動かすでもいいんですが、ここで後方選択ツール、トラックの後方選択ツールを使うと、ワンクリックで簡単に後ろに動かせますというものですね。はい。で、これも前回に引き続きの応用なんですが、このトラックの後方選択ツールも前方選択ツールと同様にシフトキーを押したままクリックをすることで、そのトラックのみが選択された状態になりますと。ですので、例えば、クリップがたくさん並んでる状態ですね。例えば、たくさんクリップが並んでる状態で、ちょっと適当にこんな感じで、並んでる状態で、後方に置いてあるクリップだけをシフトキーを押したまま選択してあげると、選択して、かつ選択ツールに切り替えて、クリックして動かすと、はい、このようになります。ということですね。こうしてあげると、複雑に編集してるときに、そのトラックだけを後方の選択をして、かつシフトキーを押してあげると、そのトラックだけを選択することができるようになりますということですね。まあ、ちょっとこの辺りは練習が必要かなという気もするんですが、何度か使っていただくと、ああ、こっちの方が便利だなという場面も出てきますので、ぜひ使えるようになってみていただければと思います。はい。ということで、ご参考いただければと思います。